フレキシティフレキシティクラシックカッセル市電 8NGTW 型電車 8NGTW 型はドイツカッセルの路面電車が1997年以降導入した超低床電車製造メーカーであるボンバルディアトランスポーテーションが展開するフレキシティクラシックブランドの第1号であるこの項目では2011年以降製造された NGT8 系電車についても解説する。カッセルの路面電車には1990年以降、デュアグ製の部分超低床電車である NGT6C 型が導入されていたが、左右独立車輪式台車の不具合が頻発したことにより1994年をもって導入は打ち切られた。それに代わる超低床電車として、ドバイ1997年に発注が、 実施されたのが 8NGTW 型である。NGT6C 型と同様、前後の車体に動力台車が1機、中間車体に付随台車が2機搭載された3車体、連接車で動力台車が設置されている両端を除いた、車内全体の70%が停車部分となっており、乗降扉もすべて停車部分に設置されている。一方で、台車は NGT6C 型で不具合が相次いだ左右独立車輪式に変わり、付随台車も含め全台車に車軸が備わっており、信頼性が向上している。運転台は人間工学に基づいた構造になっているほか、車体の屋根上には暖房、換気機能を備えた空調装置が設置されている。低床構造を採用したことに伴い、蓄電池をはじめとする多くの主要機器は、 屋根状に設置されており、内補助電源装置や制御装置などは、キーペが開発した筐体に格納され、車体各部に配置された数の回路で結ばれていた、従来の車両と比べ煩雑さが解消され、メンテナンスの効率も向上している。筐体内の電源装置は、独立した回路を有する強制換気システムによって、温度調節が行われる。 手電動機を含むこれらの主要機器の情報はデータバスを介して転送され、運転台に設置されたディスプレイでもリアルタイムデータや障害情報を確認することができる。最初の車両は1999年に落成し、同年6月から営業運転に投入された。軌動法に加え鉄道建設運行法令双法に対応した設計となっており、 カッセル市内の平洋軌道区間に加え貨物船を転換したロッセータールセムエも導入された。2003年までに運転台の数が異なる以下の2種類の車種が製造されている。信頼性や快適性などで高い評価を収めたことから、移行動車両を元とした超低小電車ブランドであるフレキシティクラシックがドイツ各都市に加えポーランド。 オーストラリアなど世界各地へ導入されている。NGT8 系製造から30年が経過し、老朽化が進んでいた高床式車両を置き換え、カッセル市電の定期列車をすべて超低床電車とするため、2011年から2013年にかけて製造された造備車。8NGTW 型と同様にボンバルディア製のフレキシティクラシックを採用し、 編成も3車体連接車だが、車体設計は、ドルトムントや、フランクフルトアムマイン、アディレード、クラックフに導入された NGT8K 規格をもとに、しており、定員数は182人に増加している。最初の車両は2012年11月25日に営業運転を開始し、2013年までに22編成が導入されている。ありがとうございます。